何しとるんじゃユタ。踊れ、ふぬけとる場合か。ユタ、こんなガキ。兄貴、誰よりこいつにムカついてるのはこの俺だ。仲間、ユタ、俺が今何に一番怒ってるのかわかるか？お前がハルカとやったことでも、それを隠していたことでもねえぞ。じゃあ何なんすか？これまでのお前なら、目の前で赤ん坊をさらわれりゃ一問にもなく助けてって立ち上がったはずだ。南雲たちのようにな。なのに今お前が立ち上がれない理由は何だ？自分にマフィアの血が流れてるからか？それともお前のその血をハルトも引いているからか？どっちにしたって同じことだ。そんなくだらねえもんに惑わされてるんじゃねえ！兄貴、自分が誰の血を引いてるかで生き方を変えるな。誰の血を引いているかで人を見るな。それができねえようじゃ、お前も結局ローと何も変わりはしねえぞ。俺は命に変えてもハルトを取り戻す。お前はそこで指くわえて見てりゃいい。だがその時は二度と俺の前に面は見せんな。わしが言いたいこと、兄貴が全部言うてくれたわ。よし、こっちはいつでも出れるで、南雲。待ってくれ。あ？俺も連れてってください。お願いします。ユタ。俺はあいつを助けてやりてえんです。なのに俺はあいつがさらわれて今どうなっちまうかわからねえって時に余計なことばっか考えてた。俺はハルトのおむつ何回も変えたんすよ。うんこもしょんべんも何度も引っ掛けられた。でも帰りゃその度にあいつは笑ってくれたんです。俺はもっともっとハルトの笑ってるとこを見たいんです。ハルトは俺の子なんです。だから俺も一緒に行かせてください。当たり前じゃ。はよ乗れや、このバカだれ。ええじゃろう、兄貴。バカ野郎、野暮なこと聞くんじゃねえ。